私は日本と台湾との議員外交を統括する日華議員懇談会会長の衆議院議員古谷啓司でございます。さて、今は見えない敵と世界が戦っております。台湾におきましては、このコロナウイルス対策も蔡英文総統の強力なリーダーシップにより見事にその蔓延を抑えて、そして世界でも模範的な国として大変高く評価をされています。私たちもその取り組みに対して心から敬意を表したいというふうに思います。先月には蔡英文総統閣下のご判断によりまして、私たち日本の国民に200万枚のマスク、そして5万枚の防護服提供いただきました。我々日華議員懇談会としても速やかにこのいただいたマスクを関係者に届けさせていただきました。我々日華議員懇談会としても今後もこの同じ共通の価値観を持つ国々、例えば米国等々と連携を強化して、私たちそして台湾の皆さんとともにこの取り組みをしていきたいと、こんなふうに思っております。